巨人対西武の練習試合が予定されていた東京ドームところが開始のおよそ1時間半前急遽練習試合が中止にその後巨人はキャプテンの坂本勇人と大城匠の2選手について新型コロナウイルスの陽性反応が出たと発表しました先月 感染歴の有無を調べる抗体検査を実施した巨人そのうち4人に抗体が確認され昨日 PCR 検査その結果坂本と大城の陽性が確認されましたただ2人は正常値ギリギリの美陽性にあたり体調に問題なし今後の PCR 検査で陰性が確認でき次第早期のチーム合流を目指します 巨人は明日までに1軍選手全員に PCR 検査を実施結果に問題がなければあさってから練習試合を予定通り行います感染発覚を受けて NPB は感染拡大のリスクは低いとして6月19日の開幕に影響はないとの見通しを示しました